もさっくんです、本日はですねスーパーハクともうちょっと、連携次の交換の依頼を受けまして、うちに入場しました。まあそしたらここ加工してつけましょうって思ったんですけど、どうも部品の袋の中にこういうスカートのパーツが入っておりまして、でネットで調べたらこの TN の穴にこのスカートがちゃんとはまるらしいので、簡単にできてしまうかもしれないんですけど、今日はこの作業をやってみます。この爪を外して、このようにまず外します。 TN のこの加工についてなんですけど、こことここを、ニッパーかなんかで切ってください。でこちなみに JC25 を、2段から1段電連に、加工しております。ひとまずここに TN ガブラつけてください。この、パーツの袋に入っている、スカートを取り出します。コーディングね、こういう感じでつけたいと思います。タミヤセメントで、ちょっと塗ってあげます。ちょっとむちゃしたらダメなんで、ピンセットで入れていきましょう。あ、簡単に入りました。こんな感じです。はい、これで、こいつの、TN 化完了しました。最初ねこれこのパーツでどうやろうかなと思ってたんですけど、いざ持ち帰って、中の袋を開けてみたら、こんなパーツが入ってましたんで、簡単に TN 化することができました。というわけでですね、最初題名言ってなかったんですけど、今回は、依頼されたスーパーハクトの中間戦闘車のこの TN 化をするという動画でした。